と、まあ、反対から見るとおおらかだけれど、なかなかその計画性がなかったりとか、まあ、表裏一体だと思うけど、まあ、几帳面でない人。一緒本当にそういう時はね、あの計画性を持った人をチームに引き込むといいよね、うんうん、もしくはその今ほら30分3000円とかでこういろいろ整理してくれる人とかコンサルタントがいるからリニーンってちょっと私の考えを整理してくださいって